タルイズム、デリシャスなラジオクリスタル。ここから始まる素敵情報配信どころ、大人たちの本気が満載のハートフルなバラエティ番組です。クリスタル2023年のキーワードは違う色違う風。女子舞台は手を変え品を変えて、メンバー出演者の皆様のサポートに走り回っています。そんなてんてこまいぶりもぜひお楽しみください。今日もねすごくいい天気で、もう本当にあの風がちょっと強いんで、やっぱりまた花粉がね飛んでるかなっていう感じなので、花粉症の方はぜひあのマスク二重にまだしてね、マスク外れそうっていう話もありますけど、頑丈にね防備していただきたいと思います。私としてはですね、ちょっとあの今巷で噂の AI のチャット GPT がねやっぱりだいぶ湧いてきてるんで、すごくあの興味を持っていろいろ見てるんですけど、本当に便利なんでね、ぜひ皆さん一回使ってみていただきたいと思うんですよ。今のうち無料でねいろいろ使えるので、検索するのも楽になるし、文章も作れるし、あのいろいろ禁止になる前に皆さんぜひ一度使ってみてください。では今日はそろそろ始めましょう。降っても晴れても一日の始まりはクリスタルから。さてここからはリモートメンバータイム、一人トークチャレンジです。今日は医療コラムニスト諸角はるかさん、どんな素敵情報が聞けるのでしょうか。それでは参りましょう。皆さんこんにちは、医療コラムニストの諸角はるかです。私は中学1年生の時から患っている慢性腎臓病のお話、そしてそこから25年の月日を経てどんどん腎臓は悪くなっていき、ついに2018年に夫から腎臓を一つ分けてもらう手術を経て、今では夫婦ともどもマラソン大会に出るほど元気になったと、そんなお話をさせていただいております。さて3月になりまして、ね、一気に張りめいてまいりました。で私にとって3月というのは非常に思い出深い月でして、でそれはなぜかというと、5年前の2018年にまさに夫が私に腎臓を一つ提供してくれて、2人で手術台に登ってですね、でそして、夫の腎臓を私の右のお腹に移植をしてもらって、でそこから一気にもう末期状態まで悪くなった腎臓が一気に良くなって、で健康な人の数値にたった一夜で戻って、でそんな感動的なあの体験をいたしまして、で夫はですねもうドナーさんなんで内視鏡で今腎臓というものは摘出できるので、3日でもうさっさと退院をしていき、もうじゃあねみたいな感じで退院をしていきまして、で私はですね、私もですよ、あの私は回復手術でお腹を20センチほど切っているにもかかわらず、手術の6日後には退院をして、で2人でなんとかこうお腹痛いねで2人で体をさすりながら桜をめでたと、そんな出来事が2018年にあったんですね。でもとても思い出深くて、もう毎年毎年この3月というのはですね、夫への感謝の気持ちがもういつにも増して、もう本当に感謝のシャワーみたいな感じで、私は、まあ、夫にですねありがとうねありがとうねって、愛してるよっていうことを毎日毎日こう夫に、まあ、もう365日伝えてはいるんですが、さらにこの言葉のシャワーが増すというのがですね3月の、まあ、私の恒例になっております。でこうね、腎臓移植というのは皆さん周りにですね腎臓移植あの人もしたんだよみたいなことはあまりひょっとしたら聞かないかもしれません。でそれはなぜかというと、やっぱり数字のデータで見ると少ないですね。年間で日本全国で1600件ぐらいしか行われていない手術ですので、やっぱり周りにですねたくさんいるというわけではないと思います。でも本当に医療は日進月歩で、手術してたったの6日で入院して、まあ、これめちゃくちゃ早いんですよ。驚かれます。やっぱり、血のつながらない、ね、方からの臓器移植っていうのは、やっぱり血縁関係にあるケースよりもややリスクがあるとするならば、それで6日で退院するっていうのはやっぱりすごい珍しいというか、あのケースではあるそうなんですが、ただそれも可能であると、そんな腎臓移植ということをですね今後もあの患者目線でお伝えしていきたいと思っております。ではまた来月お会いしましょう。医療コラムニストの諸角遥でした。クリスタルのコンシェルジュ、リモートメンバーは随時募集しています。あなたのタイミングが来たら、この指
止まれ。カノンの調べ、日本の素敵は色とりどり、小池稲瀬のカノンの調べ、なでしこ学おかみ知恵がお届けする和心メッセージということで、冒頭でね、純子さんも風が強いけど気持ちがいい日差しですねっていう話をしておりましたけれども、なんだかね、急にこの間まで寒い寒いと言っていたのが暖かい日差しで気持ちよくなりましたよね。今さっきもね、そこのところを保育園のちっちゃい子たちがお散歩をしてました。お散歩が気持ちいい季節になりました。季節を感じて今日も参りましょう。四季折々の家仕事、それは旬の食べ物から習慣、生活の知恵に祭事、春夏秋冬を織りなすたしなみ帳ということで、今日は春その3になりますね。春その1の時はまだまだ本当に春なのって言っていましたけども、さすがに 1,2,3 と進んで3月入って急に暖かくなって、季節の移り変わり、春になったのを感じられていると思います。今日はちょっとね、この二十四節気のフリップをお見せしたいと思うんですけれども、春がここですね、立春から始まります。 1,2,3 今は啓蟄という季節になります。今年はですね、3月6日から3月20日までが啓蟄になりまして、21日春分の日で次の節気に移ります。前回のお話で、旬を知ることは生きる喜びの根っこ、土台になるっていうお話をしました。季節を感じるとね、生活を楽しむエッセンスが一つ増える、さらに生活が明るく楽しくなるというお話をしましたけれども、季節を感じる要素はいろいろありますよね。花鳥風月、いろんな祭事もありますけれども、なんと言っても食いしん坊的には旬の食材じゃないかと思います。旬ですね。最近やっぱりね、スーパーとかお店で見ていても野菜がちょっと変わってきたなと思いますよね。春らしいものが出てきています。何か気になったものありますか？私はね、やっぱり春というと菜の花が一番好きですね。菜の花とお浸しにしたり、あと鶏肉とね、炒め物にしたりするんですけれども、春の旬の食材というとやっぱり菜の花、キャベツ、それから果物だといちごですね。魚介類もいろいろおいしいものがたくさんあります。新しいものが出てくると、うちではね、初物を食べると西を向いて笑うんですけれども、これ人によって習慣がちょっと違うみたいで、おかみは前に何て言ってたかな、西を向いてワンって言うって言ってたかしら、どうだったかしら、後で聞いてみますね。人によっては東を向いて笑うっていう方もいらっしゃるんですね。これね、どれが合ってるとか間違ってるとかではないんですけれども、関東では比較的西を向いて笑うということがあるそうです。というのは、初物ってやっぱり出始めはちょっとお高いし貴重だし、でやっぱりいいなって思うので皆さん欲しいですよね。先に食べたぞって誰かに向かって言ってるんですね。関東人は関西人に、私たちが先に食べた、美味しかった、はっはっはっと笑うっていう説と、あと阿弥陀様が西にいるっていう説があって、どちらもあって、その西に向いて笑うっていうのが関東で、関西では東を向いて笑う、またこれ逆で、関東人よりか先に食べた、どうだ、はっはっはっていう説と、太陽が昇る方向が東ですので、そちらの方にありがたいありがたいって言って笑うっていう説がございます。皆さんはね、どっちを向いて笑うか、はたまた違うことをするのか、ちょっとね、お家でやったことがない方は家族の方と話してみると、意外と家族の中でも育ちが違うと習慣が違ったりするんじゃないかと思います。うちの子供はすっかり東西を向いて笑うというのが
定番になってますから、もしかしたら給食食べてハッハッハッってやってるかもしれないですね。初物っていうのはどういうくくりかっていうと、その旬の食べ物の中でその季節初めて取れたものということになります。初物に関わる言葉でもう一つあるのが、初物を食べると75日長生きできるっていう話があるんですけれども、ご存知でしょうか。これはですね、75ってなんで75っていう数なんだろうって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、これはいつも私たちがなでしこ学でお話ししている二十四節気に意外とルーツがありまして、二十四節気では1年間を24個に割るんですけれども、それがだいたい約15日で進んでいます。15日が一つの節気となっています。で、75は一つの節気15日が5個分ということになりますので、季節の始め、例えば立春に、そこの春の旬のものを食べて 1,2,3,4,5 と進むと、もう次の季節春になる、春から夏になるということで、季節が一つ進むよということですね。75日は一つの季節を表す言葉となっています。その時期に出始めの時に取れたものっていうのは、その季節の旬の力、生気があふれているとされていますので、季節の力強さを食べることで新たな活力が出てくる、そしてその季節一つをしっかりと長生きできるという意味になっているそうです。またね、もう一つ言われがありまして、これ聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、江戸時代死刑囚が、町奉行にね、死刑執行の前に町奉行の人が最後の恩情として、何か食べないものがあったら言ってごらんって、何でも食べてあげる、食べさせてあげるっていう決まりがあったそうです。それで死刑囚の人が知恵を働かせて、季節外れのものをわざと言うそうです。そうすると初物が出回るのを待ってくれるので、季節が変わるまで75日長生きができる、生き延びられるということで、初物は食べたいと言って望んでいたら寿命が延びたっていう説が、だん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 と初物を食べると長生きできるというふうに変化していったということで、初物一つでもいろんなお話がありますよね。ぜひね、いろんなことを考えながら初物ぜひ食べていただきたいなと思います。今日はですね、ここで一曲かけたいと思うんですけれども、ちょっとねキラキラしてきて桜の便りもちらほらということで、宇多田ヒカルさんの桜ドロップスです。お聞きください。はい、宇多田ヒカルさんで桜ドロップをお聞きいただきましたね。え、今もう早咲きの桜が咲き始めてて、私先週ね、家の近くの濃いピンク河津桜みたいなものが咲いてて綺麗だなと思ってたら、今朝はねまた別の公園で真っ白な桜んぼがなる桜が咲いていましたね。ソメイヨシノが咲き始めるとあっという間に東京は桜だらけになりますので、楽しみですね。春になりました。野菜で皆さん春になったら食べたいものってありますか？今ね、スーパーでも八百屋さんでも年中食べられる野菜が多いですけれども、旬ってね、気をつけてないとわからなかったりするんですけれども、それでもやっぱりこの時期しかないっていう食べ物もありますのでね、楽しみにしている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。私はね、先ほども話しましたけど、旬の食べ物の中では今菜の花が一番好きかなと思うんですけれども、野菜じゃないかもっていうところで言うと、毎年ね、うちの子供がちっちゃい時から道端に生えてるつくしをね、摘んで一緒に摘んで食べたいっていうんで、毎年一回は摘んでつくしをね、おひたしにして食べていますね。意外と東京にも生えてみますので、安全なところで取って皆さん食べてみてはいかがでしょうか。春野菜で、ね、春になったら何が食べたいんですかっていうアンケートを取ったのあったんですけれども、皆さんは春野菜何が好きですか？野菜っていうくくりだとちょっとね、意外なものが1位だったんですけど、確かにこの季節っていうと私も、あ、そうだ、これを忘れてたっていうのがあるんですけれども、このアンケートの第1位はタケノコだそうです。
アンケートを取った中の 48% の方、半分近くの方ですね、選んでます。人気のものがタケノコ、第2位が私もお話ししました菜の花、 32% となってますね。3分の1ぐらいですね。で3位がフキノトウが 15%、 結構な割合なんですけれども、フキノトウね、なかなか食べる機会がある方とない方と分かれてるかと思いますけれども、やっぱりね、旬でないと出てきてないものですから、楽しみにしているものの一つなんではないでしょうか。で、春の野菜というとどれもデトックスに良いと言われているんですけれども、苦味がね、春のそのデトックスに効くと言われているそうです。いつもね、おしゃるちゃんが野菜予報でお話をしてくれますけれども難しいところはお猿ちゃんに任せて、私は簡単な感じで、皆さんにワンポイントで今のね3つについてお話をしたいと思います。まず第1位のタケノコです。タケノコにはカリウムと食物繊維がたくさん含まれているそうで、カリウムはむくみの原因になる、カリウムはむくみの原因になる物質を排出してくれるそうです。食物繊維はそれこそね、お腹の中、腸の中の老廃物を排出する手助けをしてくれるデトックスな食べ物だそうです。はい、で第2位の菜の花ですけれども、これはねちょっと難しい、お猿ちゃんだったらスラッと言えるかもしれない。イソチオシアネートという物質があるそうです。これは肝臓の解毒作用があるそうで、あと食物繊維、カリウム、タケノコと一緒ですね、やっぱりむくみを逃がしてくれて、腸内の老廃物の排出を手伝ってくれるそうです。そして3位のフキノトウ、これは苦いですよね。食べたことがある方はわかると思いますけど、ちょっとお子様には食べられないような苦味があるんですけれども、これは植物性アルカロイドというものが苦味を出している成分だそうです。こちらはですね、腎臓のろ過機能を高めてくれて新陳代謝をアップするそうです。ほろっとした苦味が美味しい春野菜ですけれども、ぜひ皆さんもちょっとね、体にいいかな、デトックスになるかなって、冬から春に切り替える体のために春野菜食べてみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で。アレンジ次第で素敵も変わる、心を豊かにするものはすぐそばにあるのではないでしょうか。毎月第2第4週は色とりどりに、小池稲瀬香音の調べ。はい、おはようございます。本日オープニングに間に合わずね、ピンチヒッター純子さん頑張りました本日、ちょっとお時間がありますので、私の、いつも、番組の中では金曜日のイズムの一番最後にシンクロメッセージという形でね、皆さんにいろいろお伝えしているんですが、その私が別な活動でいろんなことを皆さんに伝えているものがあります。引用しているのは専用先生術であったりとか、あと駅であったりタロットであったり、いろんなものを、ギュッとまとめて、まあキリンのスタイルというかものを作ったものでね、3つの星を選んだ私の地図、ライフマップオーダー、手書きなのでね、そのうちちゃんとしたの作ってもらいますけど、今朝わーって帰ってきたので、これがね、円形の中でここ3つ、12星座をこう分けていくと、3つ生まれました、次を移動して次を移動する、過去と今と未来のストーリー、こういうことを知っていくことは変わることなんですよってことをね、まあ手を変え品を変え、もうこのラジオの現場でも15年、うっすら15年ね、生まれた子供が中学生高校生、恐ろしいで、
3つの星を選んだって言い方、私も長くアトリエ時代にもいろんなスピリチュアル系のことをいろいろ学んで、星の先生が必ず言ってたのが、あなたが選んで星をね、選んで生まれてきたんですよねって言い方をされて、うんっていう黙る、誰かのせいにできない、自分で選んできたんですよねってよく言われました。で、どの人も、まあ、どこからここからスタートする人でも、ここからスタートするね、どの星からスタートしても、とにかく次の星、次の星、次の星と3つ進んでいくんですね。で、生まれた場所によって4つの星をまたぐ人もいるんです。で、これで一番何が言いたいかっていうと、自分の生まれた星というのは、まあ、自分にしっくりくるものとしてあるんですけど、次の星に移動すると自分が違う星のなんかエネルギーになるっていうことではなくて、自分の根本は生まれた星、生まれた時に、まあ、皆さん、自分は何座っていう、まあ、私であれば私は天秤座、天秤座生まれ、それは私が生まれた時に太陽星座が太陽にあったから、あなたは天秤座ですよっていう言い方をするんですね。で、だけどその時に月も火星も水星もみんなどこかにあったわけですよね。で、それが、月は何座、火星は何座ということで、その人のタイプというかスタイルというかというのができています。で、自分の星座で生まれました、だけどその人によってすぐ違う星に移動します。だいぶ30年間、これ360度を12星座で分けると1つがね30度ずつなんですよ。で、それが例えば0で生まれたとしたら、生まれてから30年間はその自分の星にいます。30から次の星に行きますっていくんですけど、人によって真ん中ぐらいからね、生まれたら半分だけその星にいます、半分からはもうお隣に行きますってなるんですね。で、どこで生まれようが、自分の、まあ、例えば自分がすごく、感情がすごく感情にフォーカスしたようなエネルギーの星の中で生まれたとしたら、隣はね全く違う物質主義だったりとか、なんかそういう、とにかく全く違う、全然違うものに行くようになってるんです。全員ね、種類は違うんですけど。で、ここで何が起こるかっていうと、自分との違いだったりとか、人の考え方だったり、いろんなことを学ぶわけですよね、まあ、人生の中で。で、3つ目の星というのがまた全然違うんですけど、もともとの自分のところに、まあ、少し近いような感じ、プラス全く違うものを30年間勉強して経験して体感した中なので、いろんなことが理解しやすい。なんかここがそうね、生まれたことはまず奇跡が、いろんな奇跡が集まって生まれました。2番目が変化して体験して経験する、実はそれはギフト、まあ、しんどいことがあればしんどいし心が折れたりもするんだけど、でもそれはギフト、経験させてもらっている。そこで何を、するかというと、自分を知ることができる。なかなかね、まあよくどうだろう、最近あんまり人は言わないかな、自分のことは自分が一番よく知ってるのよって、人が分かるわけないじゃないって言うんですけど、そうかなっていうね、自分のことが一番自分がよく分かってないんじゃないかっていうところにたどり着くんです、大体ね。まあ、自分の姿形を見るにしても、自分の目で見える範囲ってほとんど表面、前の部分だけですよね。頭のてっぺんも横も後ろも見えない。それは人が教えてくれたり、まあ、鏡を使って、道具を使ってだったりとかって見ていくんですよね。で、まあ、人生の中にいろいろ、まあ、好きな人、嫌いな人、あと嫌なこととか、とってもしんどいこととか、いろいろ起こった時に、人は自分は何が嫌で何がしたいのかっていうのを、まあ、小さい大きいいろいろあるんだけど、それを
感じていくことがこの2番目の時が一番多い時、そして完成して成熟して次の3つ目、まあ、4つ目ぐらいの時に自分になっていく、まあ、無理することなくちょうどいい、あと自分が嬉しいこと楽しいこと、人とどんなふうに関わることが自分の喜びであるかとか、そういうことを全部学んでいく。でこれは本当にみんな平等にこういうふうに、生まれて経験して育って成長して成熟していくという形は変わらないんです。ただどんな自分がどんなタイプスタイル、どんなエネルギーを持って生まれて次がどうであるか、その次がどうであるかっていうのを、3つの星を選んだ私の地図ライフマップオーダーとして、まあ、基本的には個人的なセッションとしてお伝えするんですけど、ワークショップもたまにやります。これもね、だいたい自分のことわからないのないんだけど、人のこと聞いてるとすごくよくわかるんですよね。それが笑っちゃうんだけど、だからよくあの会社だったり仲間で一緒にやると、なかなか自分が意外と自分のことが分かってなくて、みんなのことはよく分かってるんだなっていうことがみんなのやり取りで分かるので、おすすめしたいことです。これからね、少しずつこんな形でお伝えしていけたらなと思います。さあ、それでは今日もしゅんちゃんの音楽室、これから楽しんでいただきたいと思います。バトンタッチ。皆さんおはようございます。しゅんつーの音楽室のコーナーです。さあ、先週はですね、私使用によりお休みをさせていただいたんですけれども、今週はまた改めてやっていきたいというふうに思っています。でですね、今日の曲すごいいろいろ考えてきてたんですけど、さっきカノンの調べで宇多田ヒカルさんの桜ドロップス、春の曲を流されてたので、ちょっと僕も一曲春の曲をかけたいなというふうに思って、急遽曲を差し替えました。それではまずは、曲を聴いていただこうというふうに思います。それでは聴いてください。春はもうすぐそこ。はい、ラッキーキリマンジャロの春はもうすぐそこという曲を聴いていただいております。このバンドはですね、まあ6人組のバンドなんですけど、ボーカル、ギター、ベース、キーボード、ドラムの他に電子パーカッションとかを扱ってる、なんかパーカッショニストみたいな人も参加してて、結構なんか面白い編成なんですよね。で、このボーカルの方がですね、曲を作成してたりするんですけど、まあ結構この聞いての通り、こう四つ打ちのハウスっぽいビートを結構基調とした感じの曲が多くてですね、本当にキックとかスネアとか一つとっても非常にこだわった音作りをしているので、本当に僕の好きなアーティストさんの一つです。ぜひですね、このラッキーキリマンジャロを、ぜひ調べていただいて、Apple Music 等で、お聴きいただけると幸いです。またですね、こちらの楽曲のミュージックビデオがですね、ひたすらなんか一人の女の子の顔にこうフォーカスして、ただそれを映すっていうだけの MV なんですけど、それがまたすっごい美しくてですね、個人的なこの春の兆しのこの時期に皆さんに見ていただきたいなというふうに思う次第です。さあ、それではですね、次の楽曲を紹介したいなというふうに思います。次はですね、またちょっとまあ、ちょっとくどいかもしれないんですけども、春の曲をもう一曲かけたいなというふうに思っています。次の曲はですね、春は溶けてという、もともとごめんなさい、どこのラジオだったか忘れちゃったんですけど、どっかのラジオ局のその、特集的な形でですね、山さんとか、名だたるアーティストが、あとはあれですかね、緑黄色社会の長屋さんとかが参加してた、
複数人で1曲歌うっていうそういう企画があってですね、その1曲だったんですけど、それを、まあ、作曲者本人である川谷絵音のバンドのインディゴラインドがまたカバーしたという楽曲になっています。こちらもですね、春らしいサウンドが満載の素敵な楽曲となっておりますので、ぜひぜひ皆さん聴いてください。それでは流したいと思います。インディゴラエンドで春は溶けて。はい、インディゴラエンドで春は溶けてを、お聴きいただいております。この楽曲実は Apple Music とかで聞くとですね、ドルビーアトムスっていうすごい臨場感あふれるサウンドで聴けるので、そちらもぜひ皆さん楽しみにしていただければなというふうに思います。またこちらのやっぱりマスタリングですよね。すごくこの楽曲に使われている楽器一つ一つがですね、輪郭がはっきりして聞こえるっていう、このサウンドメイクのところも素晴らしいなというふうに思っています。ぜひ皆さんインディゴラエンド、ぜひこの時期にですね、春は溶けてを、聞いていただければなというふうに思っています。はい、それではそろそろお時間ですね。また来週は実はまた僕お休みをいただくので、また再来週皆さんお会いしましょう。最後にですね、クジラさんの東京という曲をちょっとだけかけて終わりにしたいと思います。今週もありがとうございました。